感覚は体勢。感覚今どんな感じですか、感覚。ここは感覚ある。지금이때요불편한거없어요여기위에는없고지금은불편하다는것도가ないですか아ないです。지금없대요불편한점없대요할수있어야되는데もうちょっと行こうとさなくちゃいけないです그래도빠른편이네5개월인데5ヶ月なんですけど、すごい回復は早い方です。はい。手術する前で、手術前でこっちが手術ある。ちょっと待って。짧은거여기고고는부분가이길이가짧아지고고는항상가요비대칭도다시한번와있습니다예쁘셨네길이나りました이크게보려고서간이니가크게크게크게잘하네다크게아잘하네아멀쩡하네아주그냥大丈夫だ。不協力は全然없죠。船のこと考えないですよね。輪郭整形最後の動画です。まず最初に私は骨削りをしました。まだ見たことない人いたら私の動画 URL 下に貼っとくので骨削りしてみました。3点。私がした整形はこんな感じです。こんな感じしました。今回リゼンの整形外科でしたんですけど、私の中の評価をしますけど、100点中私は100点です。リゼンでやってめちゃくちゃ顔がちっちゃくなりました。なんか今もそうですけど、なんかこうやって髪の毛をこうやって後ろにできることが、こう両方こうかけてできるようになりました。あとこういうかぶり方もできるようになりました。で昔顔がでかすぎて、なんかこういう髪型が似合わなかったんです。え、顔でかみたいな、顔でほぼみたいな。けど今はそうじゃなくて、普通になんか自然に映ってる感じだと自分では思ってます。あと髪の毛もなんか結べるようになった。なんかこうやって全部でこんな感じで結べるようになりました。それとやっぱり変わったのが周りの声です。周りに顔ちっちゃくなったね。え、ミヤちゃんめっちゃ顔ちっちゃなってる。え、ミヤめっちゃ顔ちっちゃい。え、ミヤピ顔ちっちゃいってめちゃくちゃ言われるようになりました。なんかまだ腫れてる時にもあって、リスナーたちにもめっちゃ顔ちっちゃいって言われたり、その友達、腫れてる時に会った友達もめっちゃ顔ちっちゃくなった、やばいとか言って、ちっちゃくなったり。でミユリにも顔ちっちゃいって聞いたら、もうお前はちっちゃい、お前はちっちゃい、みんな顔でかいやろ、お前はでかくない、お前はでかくない、お前は顔ちっちゃいってみゆりにもめちゃくちゃ褒められて、めちゃ嬉しかった。んで一番ぐらい嬉しかったのが親です。親、私が整形したらもう一回変わらん、変わらんしか言わないんですよ。けど輪郭の時だけは、まあお前は顔はちっちゃくなったわ、認める、パは変わらんけどって言われたんですよ。でも顔はちっちゃくなったってだけ褒められたから、あ、顔ちっちゃくなったんやって言われて、でソヌと鏡に並んだらミヤムが顔ちっちゃくて、ほんまにそれが一番の衝撃でした。ソヌとミヤって絶対ミヤムが顔でかかったんですけど、今ソヌとミヤが並んだらミヤムが顔ちっちゃかって、え、普通にびっくりしました。びっくりしたし、めっちゃ叫びました。やった、そんなより顔ちっちゃくなったって。でソヌも、うん、顔ちっちゃなったなって言われて、ほんでまず最初になぜ備前整形外科でしたかというと、韓国の友達に勧められました。最初になんか韓国の友達に聞いたんですけど、なんか輪郭で有名なとこってどこって聞いたら、韓国の友達が備前整形外科とどこどこなんか言われたんですよ。どこか忘れた、どこだったなんか言われました。でそこが記憶ないんですけど、言われて
どっちにしようか迷ったんですよ。ほんでいいやと思ってカウンセリング行きました。なんか全然なんかミヤが思ってること全部すべて分かってたから、え、ミヤここでするって思って、そこでレゼン整形外科でしました。ほんでレゼン整形外科行ってみたらめちゃくちゃ広いし、いっぱいなんかそこだけのじゃなくて3階2階1階もいっぱいあるんですよ、回数が。だからそれだけでかいとこやから、あ、これ有名や、よかったと思って、テレビにも整形番組にテレビにもいっぱい出てたり、普通のテレビ番組にも先生が出てるので、あ、めちゃくちゃ有名なとこなんよ、あ、みんなここでしようと思って、そういう感じでそこにしました。私は顔が長いのがめちゃくちゃコンプレックスやって、で顔が長いのと顎が広いのとなんか顔がもうとりあえずでかくてコンプレックスやって、何にも言わんと、うん、こんな感じやろみたいな感じで言われたから、え、ミヤが言いたいことすべて分かってると思うところを、もうやろうって決意しました。限り、はい、やろうって決意しました。前の写真と比べます。顔の大きさがだいぶ変わったと思います。なんか動画ではまだ顔でかく見えるんですけど、あの外カメで撮った写真がこっちです。え、これ格好もう iPhone カメラ、何もしてません。めっちゃ顔ちっちゃくなったんで全然目立たないのわからないんで、自撮りが下手くそから、自撮りがと YouTube がめちゃくちゃ顔が内カメやからかな、わからんけど外カメの方が顔ちっちゃく見えるんです。まあそんな感じで、痛みはマジで嘘なしで言いますと、痛みはマジでないです。え、なんか痛み強いとか強くないとか知らんけど、人それぞれだと思うんですけど、全然痛くなかったです。え、もうこれはマジで言える、ほんまに痛くなかった。輪郭整形、あ、やっぱよかったってすぐ思いました。で、しんどさはめちゃくちゃしんどかった。これは100点中100かな、100点中100点でした。じゃあしんどかった。なんか麻酔のせいでしんどいのもあるし、なんか整形終わった後に3時間水が飲めないのがめっちゃしんどかったです。あと鼻から血も出るし、口からも血が出てたので3日間ぐらいずっと一生でしたので、そこが一番しんどかったです。一番、うん、しんどかったです。ほんで痛みはゼロなんですけど、その分しんどさが100です。なんか気分が悪い、ずっと乗り物酔いの 30% ぐらい、もっと30段階ぐらいしんどかったです。でも痛みはゼロなんで、これは2日耐えたら全然いきます抜歯もマジで痛くなかったです。抜歯も神でした。全然痛くないです。抜歯ちょっとは痛いやろと、痛いと言ったらこの顔面ゴリゴリされるなんかケアみたいな、あれがめっちゃ痛かったです。それと今現時点はまだここがちょっとしびれてるんですけど、全然なんかしんどくもないし、まあしびれてるって感じだけですかね。でもそれは1年後ぐらいに、あと6ヶ月ぐらいしたら治るらしいんで、うん、全然大丈夫です。私はマジでリゼンでやってよかったです。皆さんも整形、輪郭整形とか気になってる方とかいましたら、ちょっとでも以前整形外科を入れてみたらどうですか。カウンセリングだけでもいいし、日本人の自宅指南もおるし、カウンセリングぐらい行ったらいいと思います。私は自分では満足したつもりなんですけど、まあそんな感じですかね。以前整形外科の URL とかも下に全部貼っておくので、よかったら皆さん輪郭骨削りしたい方とかいましたらカウンセリング行ってみてください。皆さん見てくれてありがとうございます。よかったらインスタグラムフォローよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もお願いします。以上、ネプでした。さようなら。